のが分かりました。シェリフ果敢に打ち合っていく。ラズヘブの竹地 HP がないぞ。裏からラズヘッドショット。デリアリーと天才、残り HP が1920とお互い少ない状態で B ワープ。ただ B にはレイタが残っている。武器はシェリフ、残り1ガーデンから B でキャリアダウン、ダブルキル、ファーストラウンドはゼータ多色設置阻害。そして浴場は巻き場が抑えたい、なんとか抑え切った。そしてサイト内ではレーザーダブルキル、さらにはクローのゴースト。残ったのはミッチー、武器はバッキー。こうなると距離を取って戦っているゼータディビジョンがかなり優位。武器は分かってますからね。無理にランプは入りません。さらに壁抜き、ミッチーとしては敵に詰めてきてもらいたい。ただここでガイディングライト、パーフェクトラウンド。ショート前目の配置と、このペイントダウン非常に熱い。グラビティール逃げれない。策定逆のジンクスが落とされちまった。ただ浴場ではミッチーが負けた。タリシン勝負を仕掛けるラゼ、いやフリーショートの進行はクルズが抑えた。さらにはミッチーデータを落としてクロードこの位置、サイトラを抑えている。スパイクを設置、2 on 3円幕行くぞ。こうなると空爆の構えもありそうですが、向かってますねクルーズが。さらにはこのリコン足が止まってしまう。サイト内にはデリアリー、スカイスモークの中に隠れます。ボルトライン竹地が落としきる。会場残ったらクルズ、空爆が入っている。これは解除ができない。大きな時間稼ぎ、ただ2 on 1どうでしょう。いや間に合いませんねこれは。残り1名毒を消すわ。最後はクルズ、竹地を仕留めて1 on 2クラッチ。いた、うまいショット。相手の出る瞬間を、さらには2人目狙っているぞ。ダブルキル浴場をたった一人で抑えきる。ゆっくりと B ロング B ショートを進行するも、レータのオペレーター、早すぎるレータの移動が。テルイント避けていく。さらにはラズのカバー、残ったのは B ロング、位置は分かっている。次はデリアに1キル取り返す。顔を出してはくれないゼータディビジョン。ガーエのよりも警戒しているタクジエのこのポジション、ガイディングライト避けきれない。ただペイントダウンでクルスが落とされたが、ここはショーストッパー。ただ1日交換、サイト内での打ち合いはフェンネル側が優位か。 3-on-2 レーターブレードストーム、バイクをリテイクに向かう。ベンチにいるのは分かっている。レッドショット、レーター今日はおかげか。位置は分かっている、抜いてる。ガイディングライト確実に取り返す。いやレータがいるぞ。壁抜き、クルズのいいカバー。ただお互い痛み明けとなりました。毒の壁よ。残り時間は1分を切ろうとしているところ、 B ショート、 A ショートの進行もグラビティエール。ただクルズがダブルキル、重なったか。ショーストッパー竹地、逃げ切れないミッチ。あと3-on-2クルズ3匹ヘブンを落としていく。ここで B アップの判断だが、その先にはラズがいるぞ。やめるキルラズなんですよ。キバーガイディングライトを避けている。サイト裏は渡さないが、ジンクスランプから顔を出して巻き場を落としている。バイパースピット抜いた、うわ抜いたぞ。さらに飛び出したところ、ここはデリアリー抑え切った。 3-on-3 オービタルストライクもある。さらには天才シェリフ、オービタルストライク、さらにはインセンディアリーで相手の足を止めていく。デリアリー
いやー、ようやく設置取ってラゼ、おっと気づかれていない。ダイニングライト、クラッチ待っている。あ、どうだ、ここはスモークの進行。さらにはサイトライン、ミッチはサイトラまで抜けているぞ。オペレーター落としきる。そしてこのポジショニング、相手のコズミックディバイドを逆に利用するか。 A ショートの裏から竹田、ただ足音バレているが打ち負けない。もう一人の天才ダブルキル、いやーダブルキルでした。トリプルキル、今日も天才は冴えている。ファントムでのヘッド、前に出るジンクス。先ほどは華麗なダブルキルを見せた、このナイフ、アルティメットブレイドストーンで、いやー、リロードを止めるのはラズ、ラズが強い。さらにはレーザーのブレイドストーム、ここは天才を抑えきった。ただ位置が分かりましたね。そしてもう行くしかない。足音でローリングサンダー、これは動けません。さあジンクスも同じこと、レータはスローでエルボーまで入っている。立ち合うぞ、ここはジンクス、フリックショット。ただサイト内にゼータディビジョンは入り込んでいる。設置はできそうですね。エルボーは取らせないジンクス、だがそこにはアフターショック、設置するためのアフターショックです。エルボーと打ち合いに行くか。フラッシュポイント、さらにはガイディングライト、見えないでしょ。いやジンクス、トリプルキル、ジンクスが強い、止めます。エルボーの守護神、さらにはビーロングはミッチ、ボタンキル、残ったのは負けは、最後は天才がクラシックですよ。ビショットの前目、ガイディングライトを入れて覗いているが、クロー抜いたぞ。オペレーターを回収したシンクス、さらにはインセンディアリーで進行を止めますが、足を止めないタケジェ。ビロンからレーター、サイト内のジンクスでオペレーター、タケジェを落として進化を切っていく。エルボーを抑え切っているレーター、サイト内をまだ抑えているがレーター、ジンクスのオペレーター 2-on-4、おさえて、まだ生き延びる、体力1、まだ覗くか。いや、ここはラスト、残ったのはクルズ、ないゼータディビジョン、ショルダーピック、ここはラスト落としきる。そしてオペレーター回収、映画へとシフトするも、その先にはマキバ、これは展開できないでしょう。前目のポジショニング、ガイディングライト食らっている、ここはジンクス、ここだ。レータはしっかりと引き切ることに成功しましたが、 B ロングを相手に明け渡すような形、こうなると A 側に行くしかないか。牧場の先にはミッチ、甘えないミッチ、ペイントダウンを入れて引いていく。さらにはこのポジション、ブリックショット、ランプの先には牧場、ここはミッチ、残り天才がレーターを落として、残ったのはクロー、ガイディングライトを食らってしまっている。あと30秒、このラウンドはミッチーのオペレーター貯めるため、スネークバイトを無視、お早いぞ、斜めから入れた、なんならアルティメットオーバー回収をしていない。スネークバイト無視、ショーストッパーだが天才クルズ、クローが取り返すもクルズのダブルキル、ダンプ進行のタケシ、人数差は 2-on-3、 シーカーで位置も分かっている。サイトラインランゼ、ワオツ、最後はミッチ、オペレーいいショート取りたいがインセンディアリー、いや前に出る、タケシのアグレッシブ、強きすぎる。このプレーにはジンクスもたまらず落とされる。さあシーカーの位置が上がっているが、デリアリーの鋭いエム、さらにはリコーで敵が映る、デリアリーダブルキル、天才のカバーも入っている。デリアリースモークを抜いた、最後はミッチ、巻き場を落としてこのラウンド、ガイディングライト飛び出すクルーズ、ミッチホースミックリバイド越し、音が聞こえないのをいいことにショーストッパー巻き場を飛ばした。
さらにはジンクス、ラズ落としている。ランプが取れない。打ち勝った竹地。ただ残り時間は30秒。あ、ただこれ B 側取ってますよ。無理には乗ってきません。残り時間は12秒。飛び出す。ここで行きますか。あと10秒。チーム B 5秒。ここはスパイク設置完了。3 on 3。スポーン側に集められたフェンデル。サイトナイン。覗いている竹地を落としていく。だがレータクロー。残ったら天才。ワンオンワン。取り切った天才。ワオツークラッチ。アイメを警戒。お、シーカーのカウンターだ。シーカーにはシーカー。さらには深はインセンディアリーで止めている。リーラッシュか。バックバース横抜いた。これはさすがに入れるぞ。さらにはブラストバック。サイト裏まで竹地が入っている。ここは引かざるを得ないデリアリー。ドローン展開。早めのオールドローン。張り付いているのは見えたか。スパイクを設置。ただ前には出れない。スポンガーやペイントダウン。かなり前めの配置を取っている。中4名ピンキで入っていく。うわー、リコンが映ってる。お互い激しい打ち合い。クロー竹地人数よりはセンターディビジョン2対4。スポーン M 抜き。ラッカクルゾルク。このラウンド取り切ったゼータディビジョン。しか早めに切ってどこまでいるかの判断。それに対してサイトまで飛んでいったので、来なかった。浴場の爪。ただ牧場がいつも見ているんですけども、相手はオペレーター。落としきる。ショーストッパー竹地。ここはクルス落としきれません。落下ダメージ。できない。3対5。出た。前目の勝負。クルズ落とした。見せないよ。ません。道はペイントダも残している。ラズ行くか。あと10秒。人数振りを見てスポーン側へ前目の勝負。ここで B プラント。これは気づけるか。重なっている。ラズが来る。だがここはデリアリー。 3 on 2。フッカーから2名。キーになるはエルボーのレイター。ミッチのエントリー。ブレイドストーム2 on 2。クローは低めのポジション。フラッシュポイント。顔を出さないゼータディビジョン。ここでガチ解除。残り5分。決まるのか。デリアリー落としきれない。時間がない。会場に行くしかない。飛び込んだクロー。最後はクラシック。ローリングサンダーで制圧すればいいという判断に陥った。はい、都内へのローリングサンダーとブラック行きましたね。シェリフ対決はジンクス。俺のショートだ。エミにいますよ。警戒できるか。二度見をしたがここは打ち勝っていくわけ。ジンクス。うおマイクロフリック。B の設置もミッチーが止めた。 B でキャリアダウン。スパイク回収。 A 側に抜ける巻き場。残り時間15秒。最後の一人だ。姫。最後は天才。ダブルキルで締めくくります。離婚を入れてのエントリーになるか。ミッチーのバッキー抜いた。スモーク抜きです。さあ B 側のリテイク。サイト内を守るのは竹地レーター。ガイディングライトを避けている。自身がヘイトを買ってまだサイト内。いや自身で勝負だ竹地。残り1名。最後はレータクロ。カメラ警戒そしてワイヤー警戒。ゆっくりとガレージを進行していくが、その先にはミッチ。これは気づけるか。横を取っている。ヘッドショット。ドリブルキル。ミッチ残り1名。ラズがジンクスを返すもスポーン側には2名。デリアリー。いやースーパー。このヘイブンで希望の目をつかみ取ることはできるか。ヘッドショットの前目。のショックボルトも入るでしょう。バリアオーブ。レータがクルーズを抜いていく。だがサイト内ジンクスがすでに入っている。
ニューラルセット。さすがどれだけ耐えるか。ダブルキル。敵残り1名。中央からマキロカマ前に出るぜ。カルカ。リサイト。腕が見えた。キャリアオーブを構えているミッチ。裏を取っているジークスの前に登りいる。マキバー返すもミッチは竹地を落としている。2番も HP が少ないか。設置。ガレージにアデリアリー、そしてクルズ。クレジットの少ないこのラウンドで取り切ることはできるか。まだ終わりじゃないわ。リザレクション、人数優位を確たるものにしていきます。マリデル最後の一人だ。冷静だデリアリー。打ち抜いた。ワンオンスリー牧場。走り打ちは道へ。コズミックディバイド、どのようにリテイクを取るか。かなり前面にいるのは分かっていますが、倒す手段がありません。フェンネル壁一枚の先にレーダー、体でブロック、激しい打ち合いラジクロー。タケジ最後はタケジ、あクロー落としきった。中央でキャリアダウン。ラズはラークの動き、道を狙っている。これは気づけなかった。さあこうなると少し C 側が怖くなってくるが、本命は A サイト。すでに竹 J はスポン側。これは見えてはいませんよ。落とし切った天才。あと10秒。 A の設置、3-on-4。そしてラークのラスも落とし切る。うん、これでサイトは取りやすくなった。さらにはデリアリーはニューラルセフトを狙っているか。そうですね、ニューラルセフトを使いました。サイト裏のショックボルト。 A ショート A ロングにいないことは分かっている。スポーン内の勝負を仕掛ける巻き場。ただグラビティウェル吸い込まれている。残ったのはレーター、武器はオペレーター。逃げ切れない。 1v2、 1キル取ればテールドウィンドがあるが、横からは天才。ハンターズフィーリーを返している天才。それにはラズもハンターズフィーリーで応戦。スポーンから入ってくるミッチを落とします。まだスパイク設置には至れていないが、4対4。スパイクを設置。サイト内のショックボルト、データのオペレーター、捉えきれない。サイドのピーク、クルーズを落として、さらにはフラッシュポイントでの勝負。マリアオブをうまく使って立ち回るも、レーター、クラウドバースト、ジンクス 1v3。サイト内いるのは分かっている。ポイントというところでしょうか。中央を詰める天才。ファーストブラスターレーター、ジンクス落としている。そのままエンペレス発動、 A サイト飛び込んでいく。入ったぞサイト内。守るのはデリアリー。クラウドバースの中すれ違うが、横からレーター。もちろんブレイドストーム発動させます。前半最終ラウンド、横を取った天才。 A ショートを取り返した。さらにはヘブンから足元、クロー落としている。ヘブン下のタケジェの位置を見えているか。ただヘブン下にはレータもいます。天才。最後の1人1名。 1v2 はミッチ。最後はマキバーできない。フェンネル、ガレージの入りもマキバー。フレンジーでなんとか天才を落としきりました。A側へのローテーション。おお、抜いた。勢いよく入ってきたジックスをラズがゴーストで撃ち落とせ。しかも裏も解いているので、これはリテイクのしやすい形を作った。設置に対してもラズはヘイブンからショックボルト。おお、抜き切った。 A でキャリアダウン。測定する。いたぞ。リコン位置はバレている。さらにヘイブンした。敵残り1名。一気に殲滅。ただゼータディビジョンもいつもより気持ち多めに勝っていますね。横から下げてブルドック、すぐさまディスミス。ただ位置が割れてしまっている。ショックボルトが入ってくる。サイト奥下げて粘り切ったが、天才ショックボルト、さらにはスペクターでレータも落としていく。これはセカンド前成功になるか。2-on-3だ。サイトラスノーでクローが入っているぞ。この位置は把握できるか。横から最後の1人1名。 1v2
残ったならず武器はゴースト。キャンセル。サイトラに対しての離婚。二人の位置が分かった。ショック。スパイカメラ。チャージ。ダーツが刺さってしまう。時間を稼がれるはず。HP がないクルスとデリアリー、時間を稼ぐ。ここは B サイトの裏。おお、打ち勝った。かなり竹ジェイが気を引いていました。そしてバンダル回収。ホールドローもすぐさま破壊。デリアリーがラトを落としきるも抜ける竹ジェイ。横にはミッチーがいました。かなり大混戦になっている状態。裏からはすでにレータが来ている。落ち着いて裏を取っている。カメラが破壊する。ガレージから敵が来ているのは分かっている。デリアリー勝負を仕掛ける。横を取った。まだブリーチがいるのは分かっています。スポン側からミッチー、うまく挟み込んだ。そして裏にはトラップアイア、位置が分かっている。レータ 1v1。 ただ時間がない。相手を削る判断でしたが、ここはミッチ壁を抜きながら入っていく。ただラズは A 連戦からハンターズフィーリークルス落としきる。さらにはシログクロス、そして巻き場。うわー、レゼランだ。すぐさまグラビティウェル。バリアオブで入るも巻きには巻き場。地位でキャリアダウン。敵残り1名。ジンクスの 1v1。 取り切ったジンクス。 1v2 クラッチ。こうなると AB も怖いのがゼータディビジョン。そのまま C 外の進行。ファーストブラスターデリアリー。ただセチリ大社ローリングサンダー、そのマシンサイトラが入っていた。ジンクス。タクジェがミッチを取り返すもサイトラか。走り打ちろ。デリアリーも落としきる。ワンオンワン。マイクを設置。あとは立ち回り。残り HP が少ないが、ああ裏というのは報告しますね。噛み合ってしまう。横を取ったらず。デリアリー当たっていない。なんとか避け切った。レーターポジションを変えるが前に出るらず。これは読めないぞ。フォーが入っている。だがらず、打ち勝つの。ガレージに対しての素早い勝負。こうなると一気に怖くなる。さらにはハンターズフィーリー。設置ができるけども、あえて位置をずらしたロング設置を行いました。ただサイトーククルスの位置が分かっている。負けないクルス。ダブルキル、ドリブルキル。うわー、クアドラキルクルス。もう少しでレイタファストガット。お互いのスモーク抜き。フォールトラインのカバーも入る。進行してくるデリアリーもレーター。ダーツで位置がバレるも進行ができません。ジンクスが A 側ラズを落としてすでにサイト内。早いですね。A ショートの足音が聞こえたか。だがすでにジンクスは深いところまで進んでいる。人数不良、ミレイナや前目で勝負を仕掛けるが、ここもレーター打ち負けない。最後はクロート巻き場。落としてはいけない。このラウンド4人戦。ハンターズフィーリー開幕打ち込んでいきましたか。キルを狙っているのはラゼ。ミッチー落とした。とこれは大きいぞ。リズレクション持ちのミッチー、ここで落とされる。さらには中央オールドローン。ジンクスが窓のキルを狙っている。そしてレータ、ジンクスが巻き場を落として C が挟まれる形となりました。 C 側に打ち込む C か。そしてガイディングライト的確に落としきる。ローリングサンダーでのリテイクを狙っている。さあ行くぞと掛け声と同時に飛び込んでいく。ただ設置はできた。タイトライクルトの位置は分かっている。ラズが的確に落ち落とす。残った2人は C ロング。ガレージも警戒しているか。最後の一人だ。ラズがジンクスを落として 1v3 望みをつなげるか。ここは竹瀬マッチポイントはゼータディ。前に出るレイター。ガイディングライト
テールインドで引いていく。タグジはジンクス落としているか。落としたか。ただリザレクションがある。すぐさま起こして、シーガーへのラッシュ。データブレイドストーム、マニュエル。位置はバレていない。スモークルだが抜けた。クルザを出せ。ユーロスを乗っている。だが人数より。どこにいるか分かった。位置も分かった。さらにはニューラルセット。2対3。裏もバレてますね。サイトの設置。バイクを設置。最後のスポンガーも落としていく。ビッチ残ったのはラズ。クラッチキング、この 1v3 の状況覆せるか。横を取ったジンクス、ジンクスが見えた。オーバータイム。ジンクスのポジショニング、ジンクスとミッチーが映画によります。あ、これで寄るでしょうか。エロンゲのガイディングライト、敵がいるのは分かった。その隙にデータエントリー、リアで何も見えないが落としきった。天才データのカバーが入るも、サイトラーには2人いる。あと30秒。ガイディングライトを避けている。ラズがデリアリーを落としている。ゲットを倒した。サイトラーではミッチー、さらにはジンクスがキルを取っている。マキバキャリア落ちた。2オン2裏を取っているラズ。間に合うか。ヘブンしたという情報は入っている。スパイクを取りに行かなければいけない。打ち勝った。あと足音で位置は分かっている。ここでスパイク設置。前に出るクルゼ。ここはラズが勝負を仕掛ける。体力33なんです。避けましたラズ。マッチポイント。いやー、ラズのラークがそうですね、まあ、購入してくる可能性高いですからね。特にタイムアウト後なので。さあガレージに対してバリアオーブ、そしてすぐさまシーガーへと勝負を仕掛ける。ガイディングライトと共に飛び出る。ピッチラズが取り返すもジンクスの素早いカバー。いや、マキバが最上階に近づけた。抜くか。デリアリーがマキバを取り返すも2オ2。スパイクが落ちたのも確認しています。クローはすでにスポーン側にポジションを取っている。オールドローンで引かせた。ミッチーのバリアオーブがあるのでガレージ側へと行くことはできません。あえて抜けますか。ここ前に出る。銃口が見えている。出た。いやー、スパイクの位置が望みはデリアリーに託されました。スパイクが取れない。スパイクを回収。あえてスパイクを取らせます。あと30秒。ブラントフェイク。データのエントリー。残り1名。最後は出た。スナック刺されましたよね。 B サイトから寄ってくる敵プレイヤーを倒して、ただそれも分かって